エンジェル・オブ・デスエー・エイはアメリカ合衆国のスラッシュメタルバンドスレイヤーが1986年に発表したアルバムレイン・イン・ブラッドのオープニングトラック。バンドのギタリストジェフ・ハンレマンによる歌詞はナチの医学者ヨーゼフ・メンゲレがアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所で行った人体実験を下地としている。ナチの意志を描いたこの楽曲の発表は スレイヤーを親なち主義、あるいは人種差別者であるとの批判にさらすことになった。この曲に対する論争やアルバム、レイン・イン・ブラッド発表の延期をよそに、エンジェル・オブ・デスは、スレイヤーの各ライブアルバムやビデオに収録され、映画の各サウンドトラックにも取り上げられた。また評論家からの評判も良く、オールミュージックはこれをクラシックであると評し、 CD ジャーナルはスラッシュメタル史上に残る名曲すべてが完璧と評している。エンジェル・オブ・デスの曲都市はスレイヤーのギタリストジェフ・ハンレマンによるものでライブツアー中にヨーゼフ・メンゲレに関する2冊の本を読み、これに触発されてのことである。メンゲレについて書かれた2冊の本をふと購入したんだよ。俺は最悪だ、うんざりだって思ったんだけど、 録音作業の時、こいつが頭から離れなかった。そこからエンジェル・オブ・デスの死ができたんだ歌詞の内容は、第二次世界大戦中にアウシュビッツで行われた外科学実験にまつわる話である。メンゲレの研究は、ソーセージと小人症を対象とし、人体学的あるいは心理学的に様々な実験が行われた。彼は麻酔なしで人体同士の縫合。 創生時間での輸血、隔絶して孤独に耐えさせる、実験、化学兵器や生物兵器の注入、性転換手術、死死や器官の切除などを行っている。死の天使エンジェルオブですと、あだなされることになったのは、彼がこのような外科実験を行ったためである。独祖先の勲章。バンドがロゴに使用したは師匠とほぼ同じ図案を用いている。 エンジェル・オブ・デスの詩の内容が問題となり、アルバム、デイン・ブラッドの発表は延期された。その理由として、出版契約を行った、レコードレーベル、デフ・ジャム・レコードと、その配給会社、コロンビア・レコードは、歌詞の内容に加えて、アルバムカバーのアートワークが過度であることを指摘した。これを受けて、ゲフィン・レコードから1986年10月7日に配給されることが決定するが、 公式なリリーススケジュールに掲載されることはなかった。この曲の過激な内容は、ホロコーストの生存者から怒りを買い、その家族や社会からの反発を招いた。さらにこの論争でスレヤーは、親な知的と非難され、バンドの評判について回る結果となった。人々は、ハンネマンが、ナチの歴史に興味を抱いていることを取り沙汰し、 親なちの証拠として、勝敗の収集家であること、ドイツの鉄十字章を大事にしていることが指摘された。これに対して、ハンネマンは以下のように反論している。なぜ人々がこのような誤解をするのか。理由は簡単だ。それが人間の無条件反射だからさ。人々はこの歌詞を見て、俺が彼のことを必ずしも悪者扱いしていないという。 そんなのはあまりに当たり前のことじゃないか俺がこんなことを言わなきゃいけないこと自体がおかしすぎるもう一人のギタリスト、ケリー・キングはこう語る。そう、スレイヤーはナチズムで、ファシズムでコミュニズムだ、アホーかもちろんドイツでは大いに宣伝してもらったわけだが、死を読め、そして何が不快なのかを教えてくれ。ドキュメンタリーか何かとでも思っているのか、それともスレイヤーは、 第二次世界大戦について、福音でも垂れているというのか俺はいつだってそうだった。でも人はいつだってそういう風に考えたりしない。特にヨーロッパはそう。そんな、奴らと話しても無駄ささらにこの曲は、人種差別であると批判されたが、バンドはこれを否定している。バンドのボーカリスト、トム・アラヤは、チリ人だし、ドラマーのデイブ・ロンバードは、キューバ出身のヒスパーニックである。 さらにプロデューサーであり、親友でもあるリック・ルービンの先祖は、ホロコーストの中心的な被害者である、ユダヤ人なのである。さらにキングは、ユダヤ系のヒップホップグループ、ビースティ・ボーイズのノースリープ、ティルブルックリンにゲスト参加もしている。しばしばインタビューでこの話題を出されるが、メンバーは、ナチズムやレーシズムについて容認したわけではなく、ただ単に興味のあった題材であったに過ぎないと、 述べている。ハンネマンがギターに貼った新鋭隊のロゴバンドはこの曲にまつわる論争をアルバムシーズンズ・イン・ジ・アビスキに宣伝として利用した。ナチが使用したハーケン・クロイツをつかむ和師匠に似たイメージにバンドのロゴを重ねて使用したのである。またハンネマンはギターにナチの新鋭隊のステッカーを貼り、ナチ新鋭隊、ラインハルト・ハイドリヒについての歌。 ss-3 を書いている。スレイヤーは2006年に発表したアルバム、クライスト・イリュージョンに、ジハードを収録。これが、エンジェル・オブ・デスと比較されることになった。この曲は、アメリカ同時多発テロ事件に対して書かれた曲で、詩の内容は、テロリストの視点から描かれている。アラヤは、エンジェル・オブ・デス同様の反発があることを予期していたが、結局そこまでには至らなかった。 彼自身がそう思ったように、人々はこの曲を、単に、まさにスレイヤーらしい、スレイヤーの曲だと思ったに過ぎないからであろう。エンジェル・オブ・デスは、全28分のアルバム、レイン・ブラッドの中で4分51秒を占める、最長の曲である。複雑なリフは、ハンネマンとキングによるもので、旋律は、リフの影響を受けている。曲は、あらやの鋭いスクリームで幕を開け、 ロンバードのドラムスは 210BPM で進んでいく。ロンバードがツアーに妻を同行させようと望んだことがバンド内に圧力を生んだ結果1992年に脱退することになった時バンドが公認に選んだのはテスタメントのドラマーポール・ボスタフであった。究極の課題を与えて彼を試したがそのうちエンジェル・オブ・デスの演奏で唯一ミステークがあった。 この曲の終盤では高速で2バスを踏み続けるパートの後にエンディングへ続く構成になっているが、ボスタッフは事前にロンバードがライブで演奏した音源を聴いて練習したにもかかわらずこれをどうすればいいのか理解できなかったし、ベースのパートをはじめギターのリフを何回繰り返せばよいのかなかなか理解できなかったためである。残りの8曲については完璧であったことは後に バンドのメンバーから述べられている。エンジェル・オブ・デスはシングル化されなかったこともあって、チャートに入ることはなかったが、収録アルバム、レイン・ブラッドに対するレビューの中で非常に高い評価を受けた。スタイラスマガジンのクレイジャーバスは、今日のファストをヘビな音楽を演奏するバンドは、怪人と返すだろう。死は襲いかかる恐怖を大枠としているが、それ以外の部分は、 音楽的な土台が固まっている。それは早く引き締まっていて素晴らしいものだと評している。ポップマターズのエイドリアン・ベグランドはこう述べている。この見事なエンジェル・オブ・デスを超える歌は存在しないだろう。メタルの歴史において最高の記念碑的作品となる。ギタリストのケリー・キングとジェフ・ハンネマンは複雑なリフを奏でドラマーのデイブ・ロンバードの演奏は 史上最高にパワフルだと言えるし、ベーシスト、ボーカリストのトム・アラヤはナチが引き起こした戦争と、ヨーゼフ・メンゲルの犯罪行為という物語を叫び、うなっている、エンジェル・オブ・デスはいくつかの映画に採用された。一つは、グレムリン2で、グレムリンの、モホークが雲に変身する場面である。また、ジャッカス・スザ・ムービーでは、カース・タントの場面に登場する。 2005年に公開されたイラク戦争のドキュメンタリーサウンドトラック2ーでは現代の戦場での音楽の役割として描かれたパブリックエナミーが1988年に発表した歌チャンネルゼロではリフの半分がサンプリングされたマルチプラチナムのコンピュータゲームトニーホークプロジェクト8でも聞くことができるこのゲームで サウンドトラックを選曲したノーラン・ネルソンは歴史上最高のメタルソングの一つだ。スレイヤーを知らないって。それは哀れだね、とまで語っている。スレイヤーのトリビュートバンド、デッドスキンマスクは、スレイヤーの曲を8曲収録したアルバムをリリースし、エンジェル・オブ・デスも収録された。他には、デスメタルバンド、モンストロシティがこの曲をカバーし、アポカリプティカはアルバム、アンプリファイド、 アディケド・オブ・リーンベンティング・ザ・チェロでこの曲を演奏した。弦楽器ハーペ・ジョーネを操るキリック・エリック・ハインズは、その独特の音色で、レイン・イン・ブラッドのトリビュートアルバムを制作し、この曲のカバーを演奏している。ハーリング・メタルレコードがスレイヤーのトリビュート CD、エール・スール・デル・アビスモを編集した時は、アルゼンチンのメタルバンドが16曲を提供し、アシネシアがこの曲をカバーした。 ブラックサンレコードが1996年にリリースしたトリビュート版スレタニックスローター2ではライアーズ・イン・ウェイトがこの曲のカバーで参加した。スレイヤー自身オズフェストで幾度となくヘッドライナーを務め出演バンドによるコンピレーションアルバムにもこの曲が収められた。コンピレーションボックスセット弾薬箱目視録のサウンドトラックでは第一曲目として収録。 ライブアルバム、ディケードオブアグレッション、ステインオブマインド、ビデオ、ライブイントルジョン、ウォーアットザウォーフィールド、レインインブラッドライブ、スティル・レンニングにも収められている。ありがとうございます。